目線を正面の方にお願いいたしますはいこちらお願いします森を守るためには切っちゃいけないんではなくてどんどん切って使わなければいけないと、えー、そういう意味で林野町では木材利用ポイントというのをずっとやっております薪ストーブもともと昔はご家庭にあったまた暖炉に火をくべたり焚き火をしたりしてたわけですから温故、えーまあ、地震といいますか、えー、身近なところに この思いを馳せて薪ストーブ今から普及をさせていくように我々も努力をしてまいりたいと思っておりますではどうぞ 排気ガスとかよくなんか二酸化炭素が出ちゃうとかよく言われてるんですけどそういうところもちゃんと考えてなんか今の薪ストーブは作られてるんだなっていうのを、えっと、分かったので私も大きくなったらお家を建てたいなっていう夢があるのでそこに薪ストーブもちょっとつけ,け足せたらなっていうのをちょっと一瞬で結構思いました。